日本の大学全部行った男山内大二ですこんにちはマーチの法学部の平岸校はどこがいいかというお話ですマーチの法学部志望の人まあ法律を勉強するということでじゃあ他にどこを受けようというときには鉄板で日大ですなんで日大って思う方多いと思うんですが実は日大はもともと法律学校なんですね 中大法政明治と実は同じグループなんですマーチっていうとじゃあ青学や立教もいるじゃないかと思いますがあれは受験の難易度で仲間になっているだけで実は伝統的には法律学校仲間っていう別の塊があるんですよですから日大と専修はすごくいいんです専修大学も法律学校ですからね専修大学は多くが郊外のキャンパスに引っ越してしまいましたところが 伝統ある法学部だけはずーっと簡単なんです本気で法律を勉強して弁護士や公務員になりたい学生を専修大学はとても大切にしてるんですね。そして日大も東京ドームのののすすぐそそば水道橋にあるあるこが日大の元々の本部です今日大の本部は事務所だけ東京の市街なんですけど本来は法学部こそが実は日大の中心なんですね。 文学部や日芸ですらそこから枝分かれしていったんですなので日大の法学部というのはとても良いのですよ実はそして明治や中央や法政と同じように公務員を目指している人を特訓してくれる勉強部屋が日大の法学部というのは大変充実していますで、例えば東洋や駒沢っていうのはもちろん同じようなタイプの人が入ってくるんですけど 残念ながら日大に比べるとそのまあ公務員を目指したり弁護士を目指すという人のための学内の勉強の体制っていうのは整ってないんですねはっきり言って。だからダメということはありません。各自で勉強したり予備校に通ったりっていうんでそれなりに良い数字出るんですけどまあ私から見て日大のしっかり勉強できる研究体制は決して法制に劣るものではありません。なのでまあ平岸の一つの選択肢にする。それ以外ですと まあ、受験の世界で優秀な学生が集まっているとして意外な穴場国学,院大学です国学院大学は文学や神道のイメージがとても強いんですがなんとびっくりあそこも法律を教えるる学校とししてて戦前に誕生してるんですね国文と国宝といって法律もちゃんとやるさらに驚いてください国学院大学と日本大学は創立者が同じです。えー ももとと同じ流れでできてて、まあ、学問の分野は少し分かれていきましたけどやはり古くからある伝統的な大学っていうのは偏差値や序列ででは測れれなないい得体の知れない魅力があるんですよそのパワー卒業生がいっぱいいるとかあの会社にもあの人いるしとか何十年も前からコツコツこの分野で人材を作ってきたそういう学校の良さ結局は歴史で決まる。というのが新しい学問分野は別として。 伝統的な法律や政治というのであれば、こういった伝統のある学校というのをまあぜひともおすすめしたいなと思います。というわけで、えー、マーチの法学部の平眼校としては日大、専修、国学院大学などを考えてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またラインにご登録いただいた方には。 大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください